はいじゃあ、えっと引き続きましてあの先ほどもちらっとご紹介しましたけど帝京大学医学部附属病院腫瘍内科教授の江口健二先生に、えー、肺がんに対する緩和ケアということで、えー、ご講演をお願いします。江口健二先生はもうがんセンターにおらられる頃から えー、緩和ケアとか QL とかいうことをずっとやっておられまして日本の,あのこの面に対しても第一人者でずっとこういうふうな研究を引っ張ってこられましたで私たちのトルグでもあの副理事長の重責を担っておられましていろいろ私たちにご指導をいただいておりますそれでは江口健次先生よろしくお願いいたします どうもあのご紹介いただきました大学の主要内科におりますす口でございます、えー、今までがあのがんの治療の抗がん剤を中心とした治療のお話でしたけれども、まあ、あのここではあのえとその車の両輪のような形でえあの表裏一体の形であのがんの治療と一緒にあの療養生活をどのようにまああの向上させるかというふうな緩和ケアについてえ簡単にご紹介したいというふうに思います。 でえー、と今日のお話の内容ですがあの緩和ケアって一体どういうものかっていうこととそれから、まあ、いつどこで、えー、どんなふうにやればいいのかとで、まあ、目標としてはやはりあの普通の治療の生活に戻れるということをあの、えー、緩和ケアの、まあ、目標に掲げているというふうなことをお話したいというふうに思います。であのこれれはあの緩和ケアの定義なんでですけれどもあの WHO 2002年に、えー、このような形で、えー、レポートされていますすなわちあの生命を脅かすような病気による症状ですね、えー、に悩む患者さんと家族の,、まあ、あのよくクオリティオブ・ライフ生活の質と言いますけれどもそれを改善する手段であると。でまあ、あの代表的なものとしてはがんとかエイズとか、まあ、そういったような疾患ですけれども、まあ、痛みこれが一番大きなものですが。 痛みなど、まあ、あの体の症状ですねそれから心理社会的それからあのスピリチュアルってこれ日本語ではなかなかあの適,定適当な訳がないんですけれども。 まあいわゆるあの自分がなんであのこういうようなつらいことをしなきゃいけないのかとかですねあるいは自分の一生って何なんだろうとかそういうようなことがまあ自分の存在に関わるようないろいろな悩みをスピリチュアルな症状というふうに言っていいと思うんですけどもそういうようなものをあの早期にですね診断して早期からその治療と対応するとで,できるだけその療養生活の苦痛の予防とか苦痛の解消を目指すと。 いいううこことととが目標でであるということです、まあ、あの極めて当たり前のようですけれどもこの早期からということが非常に今あの、えー、注目されているところです。でまあ日本でじゃあがんの,の緩和ケアってどんなふうに出てきているかということですけれどもまあこれあの、まあ、いろんな先人の偉い方が <laughs> あの緩和ケアのことをいろいろやっておられますが、まあ、今日はあの時間の関係もありましてそういうことはもあの省かさせていただくんですが。 えと大体1977年頃にあに報道でですねイギリスの,あのセントク,リフトクリストファー・ホスピタルといってまあ一番あのえと最初にホスピスができたところを紹介する報道が流れました。で日本であの最初のホスピスというのはあの今あの静岡県の精霊味方柄病院このホスピスが設立されたのが1981年であります。 でその後ですねやっぱり80年代の後半にかけて終末期医療とかですねそういったようなことに関して厚労省とか日本医師会とかいろいろなところで、えー、あの検討会が催されてその報告が出ています。それから87年には真ん中にありますようにあの WHO のがんの痛みからの解放という有名なあの医療用麻薬の使い方などについて これはの元埼玉がんセンターの総長でやられた武田先生が訳してですね日本の中に紹介したというふうなことがあります。ですからまあ,あの80年代以降にいろいろなことが整備されてきたということになります。でまあじゃあ今どういうふうな形に進んでいるかということなんですけれどもこれはあのまあ学会とか研究会でいきます協議会でいきますと1991年に 全国ホスピス緩和ケア連絡協議会というものが設立されましたそれから私たちが所属しております日本緩和医療学会これはあの96年に設立されて、まあ、現在あの今年の6月の学会ではあの学会員が9,000人ほどになっていますあの多職種の学会であります。 でまあ、あの診療報酬の面ではあの先ほどありましたようなホスピス病棟,スス病棟のです、ね、診療報酬の加算とかあるいはこの院内の緩和ケアチームの加算といったようなものが整備されてきましたが、まあ、あのやはり何といってもです、ね、2006年にあの国会で成立したがん対策基本法それからそれに伴うです、ね、あの全国のがん診療連携拠点病院のネットワークの設置と。 それからあのがん対策基本法に基づく都道府県のがん対策推進計画これまあ今あちらこちらで行われていますけれどもこういうものにのっとった形で例えば、えー、化学療法の専門家あるいは放射線治療の専門家そして、えー、緩和医療に関して充実するというふうな3本柱で、えー、全国で運動が展開されているということであります。であの早期からとということをこをだわりましたけれども やはりあのまあ日本であの緩和ケアっていうのが入ってきた時にやはりホスピスピから入ってきてきるんですねですからどうしてもえ皆さんあの患者さんとかご家族の方にえー緩和ケアのお話をする時にまあイメージとしては終末期の医療であるというふうなことでがんの治療ができなくなっちゃった時にまあそろそろ緩和ケアでもやりますかというふうな形で受け取られる方が非常に多いということがあります。 でも WHO の,のレポートにもありましたようにやはりがん、えー、の治療中でもです、ねえー、これはあの早期がんの例えばですよ早期癌の手術をした後、まあとがんそのものは取り切ったとしてもです、ね、傷の痛みが残ってそれが患者さんにとってはその再発ではないかということは非常にこう悩まれるとかです、ね、それからあるいは場合によってはその会社をおくびになるとか、まあ、いろいろな意味での,その患者さんにとっての苦痛があるわけですよね。 ですからそういうそのがんの発症あるいは診断あるいは治療の早期からですねこの緩和ケアというのはいろいろな形で患者さんの,その治療中あるいは治療後の生活にとって療養生活にとっての,その支援をするというふうなことで考えていけばいいんではないかということであります。決してあの終末期の医療だけでではないといととうことですね まあここにあのそういういいような形で書いてありますがあの切れ目のないえ緩和ケアというような言葉も出ていますがまあ実際には、この一番下にありますようにそのがん難民という言葉がまだいまだに解消されておらずやはり拠点病院とかその専門病院とか有名なところで治療されてはいあとはあの地元に帰ってくださいというふうなことでですねえ患者さんが非常に苦労されるとあるいはご家族の方が非常に苦労されるというふうなことが今、現実に起こっていると。 いう状況は私たけないとします。でまああの緩和ケアでも専門の緩和ケアっていうことを考えますとここにもありますようにあの日本緩和医療学会が専門医の制度を作ったのが2年前なんですね。であの厳しい専門医の試験がありますのでまあ,あの、えー、と今の段階でも24人しか全国で専門医がおりません。 で薬物療法の専門医ですとこの上から2番目にあります日本入所腫瘍学会の専門医というのが、まあ、今だとだいあの600名弱もう排出しておりまして私たちもあのやはりその全国的にどこでも品質の専門的な緩和ケアを受けられるということであればその今全国にあるがん拠点病院大体380ぐらいあるんですけれどもそこに複数の 緩和ケアの専門医を置くということになりますとやはり1000人規模の専門医を要請しななけけければいいいいだろうというふうとふに考えているわけです、まあ、ですがあの先ほどもちょっと松田先生お話しあったようにあの今の医療っていうのはチームでやっているんですね。で緩和ケアの場合もやはりあの看護師さんとか薬剤師さんの力っていうのはものすごく大きくて。 やはりあの医師の専門医を育てるだけじゃなくてですねあの資格を持った看護師さんあるいは薬座師さんといったような人たちが活躍する場所が出てきていますのでそういう人たちの助けを借りてやはりあのできるだけ質のいい緩和ケアを提供するというふうなことも併せて動かしていくということにしているわけであります。 まああのえー、と総論的なことはそ,ういうそれぐらいにいたしますがあの緩和ケアの中でで何が一番進んいいるかということなんですねでこれはあの、えー、と日本の,内科,学会の内科学会の雑誌があるんですけども平成8年1996年にあの特集で「がん緩和医療」というのが一冊あるんですけどもその時の目次をパラパラ見ますと。 まああの,目次のテーマは例えばがん告知とかですね患者さんと医師との対話とか安楽死と尊厳死それから緩和ケアチームが活動を始めましたというふうなことほ、まあ、他にもいくつかありますけれども大体このようなことがメインなテーマとして乗っかっています。でそれからまあ約15年間 立ちましたけれども今ではじゃあの緩和ケアの中で、まあ、もちろんこういうことは緩和ケアの,その本筋としてです、ね、非常に大事なことではあるんですけれどもあの今度また内科学会で、えー、と去年ですかねあの緩和ケアの特集がありましてその時の目次を見てみますとガラッとこういうふうな形で,です、ね、痛みの対策、えー、麻薬オピオイドですね医療用麻薬オピオイドの種類と在形がすごく増えました。 で副作用対策としては先ほどあのえとお話にありました白血球減少なんかに対して GCSF とか生徒剤として NK1 の阻害剤などがどんどん出てきたとか新しい生徒剤が出てきているというふうなことがあります。それから緩和的な化学療法としてはこれはあの外来で化学療法が安全にできるようになってきた。ああるいは蛍光抗がん剤えまあ 先ほどの話にありますようなイレッサ・タルセバとかあるいは TS1 とかですねそういうようなるってきてきいるとそれから放射線治療は例えば頭の脳転移でいきますとサイバーナイフとかですねそれからあの胸の肺がんの,その原発層の方に関してもやはりあの線量を集中して当てるような定位放射線治療といったようなものがですね新しい当て方などが次々に出てきています。 でこれもやはりあの緩和的な放放射射線線治治療療とととといいううここでで症状を軽くすするねそれから骨転移これあのえとやはり骨転移の頻度っていうのは非常に肺がんの場合高いわけですけれども特にあの背骨に何か所も骨の転移が出てきてそれ痛むしそれから動きの制限が出てくるあるいは場合によっては脚が両方の足が麻痺してしまうと横断麻痺っていうんですけれどもまあ非常に 状況がが悪くなるることがあるわけですねでそれに対してあの、えー、とゾレドロン酸これビスフォストネートっていうお薬ですけれどもこの骨転移の予防とか治療にすごく有効であるとそれから痛みに対してはあの放射能ですけどメタストロンというお薬が使えるようになったのでこれを打つと3ヶ月ぐらいあ,のあちこちの骨の痛みが非常に軽くなるというふうなものが出てきました。 ですから、この上下で考えてみると、やはりこの15年間の進歩っていうのは。具体的な、か、あの、がん科学、がん緩和医療の。方法ですね、治療法、対策が。すごく、あの、豊富になったと、使える武器が多くなったと。いうことが、一番の進歩であろうと。いうふうに、思っています。それで、そのがん対策基本法、これは、あの、ご存知の方、あ、多いと思いますけど。あの、このがん対策基本法を、成立させるために。 非常に尽力されたあの山本隆議員ですねもう亡くなられましたけどあのご自身が強戦のがんであるということを、えー、こ公表しましてそしてこのがん対策基本法の成立にすごく努力されたわけですけれどもあの実際この基本法の16条にですねこの療養生活の質の向上と維持ということが明記されています。でちょっと抜粋ななのでで文章が続かないんですけれども 疼痛等の緩和を目的とするということで、症状の具体的に法律で書いてあるんですね。で、目的とする医療が早期から行われると、それで許諾においてですね。だから病院の中だけじゃなくて、在宅とかあるいはそのホームとかいろんなその患者さんのご家族の方々が住んでおられるところでですね、医療を提供するという連携協力体制を確保することがあの国とか地方公共団体にはあの課せられているというふうなことが。 明記されています。えー、まあ、この中には医療従事者の研修ももちろん入っているということですね。で、まあ、あの具体的なあの緩和ケアのことを少しお話しします。けれども、まあ、例えばあの癌の痛みっていうのはもうほとんどえっ、ー、とがん緩和ケアの中の主流を占めているテーマであります。けれども、これであのまず注意しなきゃいけない事っていうのは？ えっとまあ基本的な目標なんですが痛みの症状についてのですね、えー、治療対策これ例えばどっかが痛いって言ったときにその飲み薬これを飲んでくださいとかあるいはここにこれを貼ってくださいとかって言ってそれが十分かどうかっていうのはあの看護さんとか医師だけが判断していたんじゃもちろんなん何もならないわけですね患者さん自身に評価してもらうということが必要なわけですでそうすると誰もがわかるような一定の評価スコアっていうのが 必要になります。で、もうすでにあの病院によってはそういうものを使っているところはありますけど、おそらくまだまだ使われてないことがあると思うんです。けれども、例えば看護師さんは毎朝のラウンドであの検温をやります。検温というのはもう一つの言葉になっていて、朝6時頃や7時頃、あの患者さんのところに行ってこれ体温計出してこれ測ってくださいって言って、その体温をつけていきますね。それと、同じように。そういう時に痛みのスコアはどれくらいかというのをつけてもらうと。 いうことがあの非常に大事だわけですね。この癌の痛みに対する対策の時にはでそういうことをあの現場でやっていかなければいけないというふうなことなわけです。まあ、あの簡単なことですけれども、なかなかこれが励行されてないということがあります。それからお医者さんもですね。こういう時にまあ、お医者さんとか看護師さん、あの必ずもあの痛みのある患者さんのところに行くとまず言うことは痛いですか？とかっていうことを言うんですけれども、まあこれ患者さんの方はですね。 あの痛いっていうのは毎回来た人みんな言うんだけれどももっと違う心配もあるんだけどなっていうようなことなんですよねだからやはり聞き方として例えばあの今ど一番困っておられることはどんなことですかっていうふうな形で聞けばその中には痛みっていうことも入ってるわけですけれどもまあこれあのえと対話の技法で言えば上,上のそのどんなことですかって聞くのはオープンクエスチョンっていうんですね。 答え方が「はい」とか「いいえ」だけで答えてしまうのはクローズドクエスチョンなんですね。だけど私たちはもうちょっと情報を取らないといけないということで、まあ、オープンクエスチョンということをやりなさいということを、まあ、あの若い先生たちにはいつも言っているわけです。で痛みの具合っていうんですがこれはあの、えー、とよく患者さんとかご家族にあの絵で描いて説明するわけですけども。 まああの一定程度の痛みがあってその中に一日のうちいつかこうボーッと痛くなる時があるというふうなことですよねあるいは持続的に痛くなることがあるでこ,ういうのこういう痛みのパターンをですねとか性質それから場所それから一日のうちいつ起こるかといったようなことをあのまあやっぱり温度計と同じように体温計と同じようにつけてもらうということが痛みの例えば治療の重要なポイントになっているわけです。 まあこれは先ほど出たあのえっと症状が全くない時をゼロとしてそれから最もひどい時に10とすると「今いくつくらいですか?」っていうようなことが NRS って言ってあの痛みの温度計と言いますけれどもまあこういうもので5ですよとか3ですよとかっていうふうなことを言っていただくわけですね。で、えー、ああ治療法の目安としては例えば痛みの場合は夜寝れることが 当面のの治治療療法です治療の目安ですす目安だから日常生活に支障があるのすぐ対処が必要か、まあ、夜寝れないって言ったようなこと痛みで寝れないっていったようなことだったらこれはやっぱりすぐに対処しなきゃいけないと。で少し落ち着いてあの痛みの症状がまあ 2, 2, です2とか1ですけれども、まあ、1日やっぱりありますよっていうようなことだと少しその今後のことをあの相談しながらですね症状について今の治療で満足されていますかっていううな話に移れると。 いうことになります。で、癌に伴う痛みの原因っていうのはまあ本当にいろいろあります。で、特にあのえっと神経障害性の頭痛といって、まあ,あの背骨やなんかが転移で変形したり、えがんがその背骨から出てくる神経をこう刺激したりというようなことでビリビリ痛いとかそういうようなことがあります。で、そういうような場合はまあ緊急的な治療の必要が出てくるといったようなことですが。一方。 癌の患者さんが痛い痛いと言ってても、まあ、随伴するその過敏性の変形性の脊椎症なんかが合併していることがあるんですね。だからそういう時に慌てて背骨に放射線かけるなんてことは、まあ、やってはいけないことなので、まあ、こういうその鑑別診断というのも十分に考える必要があると。それからあのえっ、ー、と癌に伴う痛みとしてやはりその社会的あるいは自身の不安とかですね、そういったようななかなか必ず絡んでいるので。 そうういいったととととこころままでやはりり、えー、治療の対象ななるということになりますそれで、えー、痛み治療で使れるオピオイド、まあ、医療用麻薬ですけどこれの消費量を比較してみると、まあ、日本はあんなに少ないんですよということでこれはよくあの引かれる図なのでどっかでご覧なかったことはあるかと思います。まあ、単に量の比較だけでも、まあ、ちょっとまずいと思いますけれども、まあ、これだけ違うとやはり何かがおかしいんじゃないかという感じですね。 でその場合外来でもあのよく言われることなんですがあのまだ使うことをためらう患者さんあるいはお家の方がおられますで怖いとか使いたくないとかっていう、ね、で中毒なんじゃないのとか麻薬でおかしくなっちゃうんじゃないのとかあるいは麻薬を使ったらもう終わりでしょっていうふうなことがありますでこれ中毒には痛みに使うときにはほとんどならないんですね。 これは、まあ、あの細かいことを言えばまたあの薬剤師の方いろいろ研究されておられますけど受容体の種類のこととかいろいろあるんですけれども、まあ、とにかく痛い方にあのこの医療用麻薬を使って中毒になるということはほとんどないんですね。それからまあおかしくなるかどうかっていうのは、まあ、確かに影響が出る方もおられますけれども。 麻薬だから起こるんじゃなくて他の例えば多くのその例えば入眠剤とかそれから抗うつ剤なんかでもやはり同じような症状出ることありますので多くの精神薬でで生じるとということでありますそれからまあ終末期のことをまあ患者さん考えて我慢するということなんでえ麻薬は痛みの強さで使用することを判断すると時期によって使用開始するものではありませんということをはっきりお話しします。 まあこういうようなことの誤解を取らなきゃいけないということですね。それからあのまあ先ほどの原因によってですね、これあの薬物療法だけでもダメなんですね。であのこれは有名なあの WHO の階段方式って言いますけど、えっ、ー、と痛みの弱い痛みの時にはあのえっと鎮痛補助薬というもので普通使っているようなもので済ませると。それから痛みが強い場合には強オピオイドって言って麻薬の中でですね。 強いあの効果のあるものを使うというふうなことでまあ段階的に分けて使っていきなさいということですがまあ原因によって例えば放射線をかけたり神経ブロックやあるいはあの非常にこう抗がん剤の効きやすい腫瘍だったらばその神経を犯しているところの病巣を小さくするために抗がん剤を使うなんていうことも一緒にやるということでありますね。 でまあ、これはあのえっ、ー、と「科学やガイド」というとこから取ってきたものですけど要するにまあ短い例えば外来の話の中で十分にその麻薬の使い方やなんかのお話ができないあるいはがんの痛みにどういう治療があのこどういう原因があるかといったようなことにお話ができない場合に、まあ、こういうものもお渡しして。 であの例えば看護師さんに補助の説明をしてもらうとかあるいは薬剤師さんに薬と一緒に説明してもらうとかっていうことをやると非常に患者さんご家族にとっては理解が進むということになります。まこ、あ、こういういとですねであのまあ、えー、と普通の医師もですねあの麻薬は痛い時にはやっぱり処方するんですがその上手な使い方って の常識っていうのは必ずあって、これはあの時々抜けてることがあるんですね。で、モルヒネとかあのいわゆるオピオイドの三大副作用っていうのがあって、これは便秘と吐き気と眠気です。で、この便秘に対してどうするかって言いますと、これはあの麻薬を処方するときと同時にですね、下剤も必ず処方するんですね。これはあのオピオイドっていうその麻薬のお薬がえっと内臓の方はあの 機能を抑制する要するに内臓の動きを悪くするように働くものですからどうしても便秘がちになっちゃうということで麻薬を使っている間はやはやり下剤も一緒に処方しますでこれを忘れていると1週間後になんか便秘になって大変だお腹痛いと言って患者が来るあるいは、えー、とこの麻薬を飲むとなんか調子悪くなると言って麻薬をやめてしまうというふうなことにつながりますすここれはもううほぼ同時に処方するということいです。 だから吐き気はですねあの、えー、とこういうお薬を始めてしばらくあの吐き気が続くことがあるんですねこれは人によって随分違いますけれども、まあ、出る人はかなり嫌がりますでこれも吐き気があるからもうこの麻薬は飲みたくないというふうなことで、えー、中止してしまうことがあるんですがだからこれもあの、えー、もしかしたら吐き気が出るかもしれないからといってあの、まあ決,ま、決められた吐き気止めがあるわけですけどそういうものを同時に処方しておくと。 いうことが前もって予防的にお話しておくわけですね。そういういこここととととをすると意外とあのこれがが軽く済むことがありますから眠気はですねこれご承知かと思いますがリタリンというお薬が、えー、となんか患者さんか歌舞伎町かなんかの患者さんあの <laughs> お医者さんがあのどっかに横流ししちゃったということでこれリタリンというのはこの眠気を、ま、麻薬の眠気を覚ますのに非常にいいお薬だったんですが使えなくしちゃったんですね厚生省が。それであの 今はですね当面はリタリンは使えないので、えー、やはり、えー、とちょっと眠かったらちょっと我慢してくださいとかあるいはそそののの麻薬を他の麻薬薬をを他に切り替えてその副作用を軽減するというようよなことをやっていますこの三大副作用というのは非常にありふれているので、えー、ありふれているのですがこれがその痛み止めの使い方にも十分影響する患者さんがその痛み止めを嫌がる原因になるので、えー、十分に予防的に対処するということが必要になります。 えー、あと呼吸困難のことをお話ししようと思ったんですがちょっと時間がないのでこれは飛ばしますそれで、えーとまあ、最後にちょっとお話ししたいのはやはりあの切れ目のないがんの療養と療養支援ということになりますが実際切れ目のないということになると拠点病院だけじゃもちろん済まない。それから えとまあ、もちろんがんセンターだけでも済まないということになりますじゃあ地域の中でどうしたらいいのかということになりますがこれはやはりです、ね、こういうプレーヤーがたくさんいるわけですねでこういう人たちが集まって、えー、実際に役割を分担してそしてその患者さんとかご家族の療養を支えるということが必要になってきます。ここれあの地域にによっってては非常にまうままくいってるところがあります例えば えっとま長崎とかですね浜松とかああいろなところがあってまマスコミにも時々紹介されると思いますまあ、他にももちろんいろいろなところでやっておられますでどういうところを見てもですねやはりあのその中にはこういういろいろな役割の人たちの間の連携がいい例えばあの行政の人は ああ在宅医療の人たちとかヘルパーさんとか調剤薬局とかの人たちの顔も知ってるとかですねそういうのは連絡をよく取るということが必要ですし、まあ、地域の中で支えるという形をしていかないとあの、まあ、がんの治療は専門病院でもできるかもしれないけど普段の療養っていうのは患者さんのいるところを中心に考えないといけないということがありますのであの細かいことを言うときりがなくて例えば あの調剤薬局でに麻薬処方を出したんだけどその調剤薬局が麻薬を扱ってないのであの出せませんとかですね、まあ、いろんなところであのいろんな細かい障害が今まだあちらこちらで横たわっているんですけど今後はこういうネットワークを充実させていくということが必要になると思います。でそれにはまあこういう研修会とかですね、えー、そういうものを使うということになります。えーっとまあ、普通に戻ることっていうこととというですが 基本的には今日お話したように何が気になるのか何がわからないのかそれからどのようにしたいのかを相談してみるとでこれはあの先ほどちょっと冒頭でご紹介があったあの相談支援センターですねこれあのがんの拠点病院の相談支援センターはこのがん情報のホームページや中に載っていますのでそういうところにアクセスしていただければある程度のことはご相談できると思います。 それから医療スタッフとしてはやはり患者さんやご家族のみんなって緩和ケアを考えるということですが、まあ、これはここに余計なこと書きましたけど言いいなななりになることじゃないんですね患者さんがこう言ったからこれやるっていうことだけではないやはりその場その場で適切なことは何かっていうことを提供していかなきゃいけないだろうというふうに思っています。えー、以上ちょっと時間超過しましたけど緩和ケアっていうのは病気の時期だけではなくて、えー、あの辛さに対する対応するものだと。 それからいつでもどこでも質の高い緩和ケアを適切に容易に受けられるように絆を広げましょうということであります。どうもご清聴ありがとうございました。どうも江口先生ありがとうございました。あがんの早期からあの緩和ケアは介入して、えー、早期に介入すると生存期間が伸びるというようなデータも、えー、お示しいただきました。 それから痛みのコントロールについては萌口先生、ずっと今までやってこられて経験に基づいてお話をいっぱいしていただきましたで最後にその私たちは病院だけでチーム医療というのをやってますけど行政もひっくるめたあのチーム医療ネットワークを作っていって1人の患者さんを支えないといけないということを教えていただきましたどううもありがとうございました。